さあ残るは超文明の真実を解明したものの部屋のみじゃ、ね、まあこれクリアしたら出るんだけど、2、この問題に挑戦してもらおう。60ピカラット、これか、これ前もあったよね。とりあえずまず適当に動いてる。戻れないね、外れ。上。ここ来たらこれ右行かないと絶対に帰れないから、やり直し。これ左に行けないから絶対失敗だけど、まあちょっとこっちの方も見とかんと、その後が。先にこっちの方を行って。お、行ったんじゃね、これ。行ったと言ったな。それじゃ嘘だ。最後はここに来るんで、この辺のルートを考えると、こうクリアするとしたら、ここに行くまでに全部を達成しなければいけない。戻れないよね、こう言っちゃうと。お？これは？私のメモが役に立つか。そのメモ間違ってたらクソ笑うな。メモ通りにあとは動くだけだ。あ、よかった、メモは合ってた。私の謎解きを見せよう。まだまだ物足りないね。物足りないぞ。隠し証拠、50だ。急にちょっと簡単なのが、あったなこれ。初手はこれで合ってる気がする。上から下を、下から上への道筋を考えてみよう。それがヒントか。
全然ここ繋がんない。ここいいんじゃない？そんな気するね。わかんない。左上のボタンだ。おや？これまさかほぼ全てがつながるパティーンか。はっつながんなかった。すげえ繋がりそうで繋がんねえ。なんかもらおうか。次は上段真ん中のボタン。続いて右下のボタンを押してみよう。下段真ん中。
右上通す。もうそれ答えじゃん。スペシャルヒント答えじゃん。解き明かしてみせよう。楽しい時間だったよ。さあ、扉が開いたぞ。最上階へ行くぞ。神罰の的。162、ね、あったなこれ。懐かしい。これ左に行かんとしんどね。上左左左左下戻る。やっぱ一回上に。うわあ、うわあ、やがりすぎー。ここを一回無駄な動きをすることで結果的にタイミングがずれる。焼かれる。ちょっと待って。こっちがあった、はあ、よし。さあ謎解きの時間だ。これね、面白い謎だったね。ゲームだったらやり直せるからいいけどさ、現実だったら一回焼かれたら死ぬからね、うん、うまく取り抜けられたね。冒険には常に危険はつきものだ、ね、とりあえず初めのルートが間違ってなかったみたいでよかったです。さあって出ましたよ、ついに。レイトンからの挑戦状に全ての謎を愛する者の部屋が追加された。